よし、続きやっていくぞ。なんかね、これセレクト押せば、これ、オプションが開けるみたい。教えてくれましたね。うん。ということでやっていきましょう。はい、ネタバレしないようにね、よろしくお願いします。あ、近くでまあアタックみたいな。おっと、これは壊しがいのある壺がたくさん並んでら、ぶっ壊したら中からいいもんが出てくるかもしれないぜ。オーケー、ゼルダの伝説とかね。了解、どんどん壊していくぜ。お、なんかゼニーが出てきたよ。画面なんか近いな、俺。画面近いな。うわぁ、おぉ、めっちゃ走れる。これ画面近いんだけど。これフィルターかな？いや、フィルターじゃないな。画面のサイズ。画面近いな。画面近いのはもうデフォルトだらしいね。ね、ゼルダの伝説みたいですよね。ほんと。待て待て、あそこにあるのはなんだ？宝箱やろ。オイラの勘がお宝の匂いを嗅ぎつけたぜ。了解、登っていくぜ。あ、壁でもジャンプできるんだ。もうマリオみたいな感じだね。長押しするスーパージャンプみたいな。お、おお、かけ、やればできるじゃねえか。高いところには服があるってな。そんなん言った、聞いたことないぞ。これお金も、後々なんか役に立つんかな。で、なんか装備するとことかもあったもんね。装備品とか道具とか。アマテラスの生命力を表してる。あ、ちょっと RPG 要素があるんか。十字キーで高さを変えれた？いや、変えれないんですよ。そう、これね、なんかストーリーがものすごくいいらしくて、僕も楽しみにしてたんですよね。結構前にね、一回やってみようと思ったんやけど、あ、真骨頂を手に入れた。なんだこれ。アマテラスの鉱物、太陽気3個分の体力を回復する。なるほどね、回復なんだ。おーおーおお。しかし画面近いな、やっぱり。はい、初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃいって言ったらおかしいな。まあ放送しながら撮ってるからね、うん、あれー、橋が壊れちまってな。ちょうどいいや、お前。確かアマテラスって言ったな。お前、筆玉って言葉を知ってるか。いや、知らんな。息のいい筆書きには魂が宿るってお話さ。百聞は一見にしかずだ。まあやって。これでやるんか。そうそう。この狼はね、これがすっごい特徴的なんやって。なんか今みたいになんか筆でね、スッスッスッって書いて、それがこの画面上に反映されるっていうか。だから、そのモーションコントローラーやったらさ、感覚的にできるみたいで、なんか面白いみたいよ。だから、モーションコントローラー買ってやってみるのもありかもね。うん。画竜ってのは筆で書いたものに魂を宿す筆技の一つで、失われたものの復活を司る筆神様の力なのさ。まあ、修行必要やろうな。13もの筆神様がいるんだぜ。なるほど。まあ、スキルやろうね。うん、これ。13のスキルが、出てくるっていう感じかな。13の力が国中にバラバラに散って、やっぱりな。それが世の諸仏に宿って筆神様に姿を変えてった話さ。一体どんな風に13もの技を使いこなしていたんだろうな。気になるな。お、いいな。いつも FPS ばっかりやるよるから、こういうなんか普
通のアクション RPG みたいなのもいいね。神竜天の川、天の川って神話に出てくる星屑の川のことか。っていうかこれなんかストーリーすっごいなんか作られてるね、しっかり。僕が読んでいったらもうものすごい時間かかるかもしれないけど、まあ読むか、まあ読むところは読もうか。マスクあの水たまりがそうだって言うんじゃないよな。何これ。なるほどね。あ、エルや。なんだ、L1 でなんか変えれるじゃん。こっちの画面の方がいいかな。これ近いな、これ2段階しかないんか、これこっちかこっちって。もう一つなんか中間地点になんかカメラ作っとってほしかったな。もうこっちの方が見やすいやろ、みんな。あ、いけない。綺麗だな。わあ、これめっちゃワクワクするわ。ほんとゼルダの伝説やった時ぐらいのワクワクさ。ひゃあ、星が見事に輝いてら。こんなに綺麗な星空久しぶりに見たぜ。見ろよ、あそこに並んだ星なんかなんかの形に見えてこねえか。なんだよ、無理やりやろう。無理やりやろう。むしろあの一番左上の線どこに繋がっとんや、あれ。よし、それじゃあ一丁オイラが星を書き足してる。あー、なるほどね。そんなこともできるんですか、すごいな。さすがに星を書き足すなんてオイラにはまだ無理か。 R1 ボタンを押しっぱなしで筆を持って近くで書くと地獄のような修行の日々を送ったんだけどな。筆を持つ、近くでチョンペチョ、これでいいんか。よっしゃ、わあ、読み神。おお、我らがジーボアマテラス、おもとがこの世を去られて幾世相、時を経て親しくなりにけるも、この読み神ひとときも書くことなく今日の日を待ち申しけ。なんか古文思い出すね、これ。なんちゃらケリとかも、おもとのお隠れの際に転び入れし13の筆神はこの広い人海に惑いチリジリになりけり。ほんとドラゴンボールやんね、ほんと。我は天の星座となりて生きながらえたる。今一度おもとに使わせうせもののよみがえるを見つがせたまえ。そう、この力あらば枯れた天の川のたちまち星屑であふれさせたまえ。古文苦手やったな。よみがえり、シェンロンだよ今のは。画竜の神様、読み神じゃねえか。なんでそんなもんが出てきてお前に宿るんだ。この力で天の川をよみがえらせるってお前、まさかお前オイラみたいに筆技を使えるんじゃ。もしや使えるんじゃないんですか。このダッシュいいね。読み神の極意やった。ん？いや、これ見たよ、これ。これ見ました、さっき。レテンとか1、2点とか懐かしいですね。そう、今晩は寝れなくて BGM にさせてもらってます。BGM にしてください。今、録画中ですけど。よし、これで R1 か。 R1 でファサ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 と、これでいいんじゃない。あの左上のあのひょうたんみたいなやつなんだよ。こんなんでいいやろ。来た、
星屑の川が現れやがった。天の川か。おお、綺麗だな。いやこれね、絶景版ね、3000円とか4000円とかで売ってるからぜひおすすめだね。これ胃袋を手に入れた。お、ここにはいいものを見つけたじゃねえか。その胃袋はどんな食べ物でもどんどん飲み込む不思議な袋で、満タンにしてやると持ち主を一度だけ死の淵から蘇らせてくれるんだぞ。なるほどな。食い物ってどこにあんだ。ひょうたんとかに入っとん、ひょうたんってこの壺の中に入っとんかな。430両とか、五右衛門を思い出すわ。リンゴや。ほんとくしゃみ出るわ。蜜がたっぷり入った甘酸っぱい果実、胃袋を少し満たす。桃。みずみずしく芳醇な香りがする果物、胃袋を少し満たす。梨。みかんか。みかんを胃袋に入れた。程よい酸味が刺激的な果物、胃袋を少し満たす。ああ。綺麗だな。筆紙か？あれが噂の。あ、違う違う違う。これじゃなくて。もうないか？もうないね。また壺出とるやん。すぐ出るのこれ。よし、行こう。マジ、あの左上のひょうたん何なんだろうね。炭かな。いや僕ね、これ面白いって聞いてたんですけど、動画でも何でも見たことないんですよ。でこれほんとすごい新鮮な感じ。おお、綺麗だな。お金とかしっかり取っていきたいよね。ここら辺ジャンプできるんかな。できんの。よし。あ、泣けるこれ。めっちゃ可愛いんだけど。ワンワン言えるよ。あ、左上のあれ何？16タルトみたいなの。16タルトってみんな知ってる？全国的なものじゃないかな。地元愛媛では16タルト結構知ってるけどね。五右衛門とか懐かしいよね。そう、はぐれ玉を手に入れた。うつしくに各地に散らばっている数珠の玉、全てが揃うとき何かが起こる。これもシェンロンや。これこそシェンロンじゃないか。これもしかして入れるのか。なになになにこれ、潜れる。なんかドルフィンみたいになってる。これもう これちょっと読みたいな。イザナギセンス。イザナギ、なんでその名前がこんなところに。っていうことは、あの剣が封印されとったところが近くにあるんじゃない。剣は封印されてないか。ヤマタノオロチが封印されとった場所が近くにあるのか。いいねー、このまるでこれ描写がいいよね。ほんとすみで描いたよ。来た。ここはもしかして神話に出てくる幻の祠、
イザナギ靴じゃねえか。100年前白い狼知らぬいを従えて怪物退場したっていう、あの伝説の英雄イザナギを祀った祠だよ。天の川といいこの祠といい、確かに。え、でかくねえか。そう、墨で描いたようなね、日本人ならやりたいゲームですよねこれ。日本人なら一度はやりたいゲーム、オオカミ。あ、なるほどね、壊れた、壊れたイザナギの剣をもしや墨でちょちょいのちょいと書いてやるっていうことか。分かったぞ、任せろ。オッケーオッケー、待って、ここでテーンとめっちゃ長いやつ書いてあったぞ。大きく立派な剣、マジで。了解了解。ブルブラーってブラーって、こうやってなんか極太やなこれ。もうソフトクリームみたいになっとったぜ。いや、やっぱり今までの筆技はお前の仕業だったのか。そうや、空が輝き出した。いや、また無理やりなやつ来たぞこれ。何これ、またこれチョンってやんの、チョン。でかすぎた、トゥーン。よし、かっけえ。アマテラスオオカミ立ち神やって。もののけはびこる人海では我が身を隠せるのは古の英雄を祀るこのささやかな祠のみなりけ。万象の神たるおもとを助くることこそ我が務めなれば、大魔の剣舞を持って悪を払う大役のこの立ち神に預けられよ。立ち、全てを立つんか。立ち神っていや、何でも切り裂く筆技の一線の神様だ。この野郎、それじゃあお前まるで英雄イザナギと共に怪物を退治した後おっしんで13の筆技をこの世にばらまいたっていう、あの狼知らぬいみてえじゃねえか。いやいやいや、それだろ。そんなバカなイザナギ靴だの知らぬいだの島の中の話だぜ。あー、これ切るのかもしかして。なんか BGM いいねこれ。岩にシュッと線を引きゃたちまち真っ二つにするっていう技よ。ギガスラッシュきたー。お見それしたぜ、ケムクチャラ。そのするで筆運び、オーラの遠く及ぶところじゃねえ。一寸、どんだけもっと修行しようよ、ほんと。思い上がりも甚だしいった、このことだぜ。確かにな。そう、生まれ変わりなんか、もしくは、知らぬいなのか。おいらはその筆技を全部盗んで一人前の絵師になるまでお前について離れぬ。なるほどな、こいつがナビゲーターみたいな感じか。しがみついたら何をされても絶対離れねえのよ。一寸のこの絵かわいいね。これ一寸って書いてるところに左さ、ちょっと見てみて、あれ一寸帽子になってる。昨夜の姉ちゃんが言ってたあれを切り落とせるんじゃねえか。桃か、了解。っていうことで今回はね、ここら辺で終わろうかな。
イザナギの剣をね直して、うん、立ち神のスキルをね手に入れました。これいいね、矢印もナビゲートしてくれる。ということで今回ガチョッツ。